今回のスポットコレクションでは、まあ普通に洋服以外もですね、小物類も実は展開してまして、こちら、今回紹介するのがこちらですね。まあ、ネックウォーマーですね。ノーカラーのタイプのジャケットにも使用していた、マイクロフリースを使用して、あったかくですね、使えるような、使いやすいフリースの、ネックウォーマーというのを作りました。で、ですね。まあ、つけてる状態だと分かりにくいかもしれないんですけど、実はちょっとこう、なんでしょう、前下がりというか、こちら側に来る方が長さを取ってるので、まあ、アウターのこう中にですね、こう、忍ばせていくような着方もできますし、アクティブな格好だけじゃなくて、意外と普通のこう、チェスターとか、ステンカラーコートみたいなものと合わせても、結構落ち着いて決まるので、その辺もポイントです。で、まあ、とにかくこれはもう肌当たりとかですかね、暖かさ、軽くて肌当たりも良くて暖かいので、まあ、つけていてストレスが全然ないのと、まあ、仕様としては、後ろにですね、このようなクローコードつけているので、まあ、寒くなったらこうグッとですね、つぼめて風の侵入を防いだりとか、まあ、単純に形を変えるというところだけでもありかなと思います。で、今回のですね、こちらの小物はですね、もう一つポイントがあって、まあ、これはデザイン上のポイントなんですけど、カーリーの刺繍がですね、施されていて、下部の方とかはですね、こういう風にパイピングが施されてたりとか、まあ何かですね、細かいところに少しずつですね、変化を加えているので、まあネックウォーマーっていろんなものがあるとは思うんですけれども、まあちょっとですね、カラーリングとかも、こちらのブラックだったりとか、こちらのパープルとか、オリーブとかですね、いろいろですね、楽しめるところかなと思うので、例えば複数点持ってコーディネートに、よって変えるとかっていう楽しみ方もできると思いますし、まあ、これからのシーズンですとプレゼントだったりとかにも使用できるかなと思います。持ってるとですね、カバンの中にも忍ばせやすい、まあ、マフラーとかと違ってかさばらないので、そういった使い方もできますので、ぜひですね、こちらもですね、まあ、久しぶりのちょっとネックウォーマーになるので、ぜひトライしていただきたいなと思います。